手っ取り早く外から登っていくぞ。使えるものがないか注意を払え。この辺も変わっちまったな。昔を知らないから何とも言えないよ。ガキとは話が合わねえから困るよ。なった人も実態を取り戻せるだろう。このまま進めてくれ。録音された音声かな。エドは人と話すのが苦手なんだよ。強くなってるのがわかる。
そこに何かあるぞ。それでいい。なかなか似合うじゃねえか。よし、町を調べてみよう。双眼鏡がある。あれで見てみるか。あいつ、さっき見失ったやつだ。地下に降りていったな。そこに奴らの拠点があるのかも。何回も逃がしてたまるかよ。おうぞ。干渉できる。お願いだから何度も触れないと。また襲われちゃう。襲われたって死刑度調べてみる人。
たデマも埋めたてるときに水の神様を沈めるために建てられたんですよ。それでも水の神様が怒ってないか心配なんです。この神社はね、昔ここにあったデマもね、もう大丈夫だよ。なんかいいもんあるか。買い物の待ち時間が一番辛いな。悪かったね。なんだあいつ。気をつけろ。体が痛いだけじゃなさそうだ。これでよし。頼むぜ、お地蔵さん。
の絵のことを思い出すよ。ああ、あれが印象的だからな。偉そうに。まだどこかにいるはずだ。気をつけろ。
向こうか。痕跡が消えた。このまま進むぞ。何かあるはずだ。新しい技を習得できそうだな。感じじゃねえか。
鉄の中を歩いたのは初めてだよ。俺は仕事で何度かあるぜ。国の番犬ってやつか。そっちじゃないな、化け物退治の方だよ。このような現象が歓迎されてんだぞ。お前もう少しおとなしい歓迎がありがたいよ。手に負えない数だな。こんなところがあったんだな。誰も気づかなかったのか。ああ、この東京で誰にも知られず地下でうごめいていたんだ。化け物そのものだ。ここにあいつがいるのか。だといいがな。待て。何か感じねえか。警備員ってわけ。近い証拠だ。絞り上げて任せる。なんだよこれ。うろたえるな。急いに行くぞ。無理に受け止めようとするな。あの軌道なら飛び越えられるはずだ。なんで攻撃しないんだ。こいつは俺だ。あいつ
俺の体を操り人形にしてやがった。何ゲーケー倒せってのか。俺の体だぞ。逃げよう。いや、奪い返す。戻ったのか。ケーケー引き剥がされた。じゃあなんで僕は生きて。マリロ、どう探せば。あそこなら。KKの力がないから正面突破は難しいな。
なんとか戻ってこれたな。なんだ、誰だ。写真の、ずいぶん仲良くしてたみたいじゃない。あの口の悪い男と。で、助けたいのね。でもできるかしら、そのおもちゃだけで。力が必要でしょ、彼の。でも、どこに連れて行かれたかわからない。あなた、やっぱり気づいてないのね。彼とのつながりは自分の中にあるってことに。え？
これ彼に渡してくれる？大切なものだから。力が必要だ。抜けないと。まずはこの状況を抜け出さなきゃ。
遅えんだよ、ノロマナ。助けに来るって分かってたような口ぶりだな。助け？何様のつもりだ。俺の力が必要だから来た、そういうことだろ。それはアジトで女の人から押し付けられた。は？あいつ生きてるのか。いや。死んでまで世話焼きとはな。家族だろ。あんた、助けるために。お前には関係ない。俺とお前は進む方向が同じ。それだけだ。これはしまっておく。で、来るんだろ一緒に。人に物を頼む態度じゃねえな。頼んではいない。取引だ。お互い拒否はできない。後悔すんなよ。共鳴すればこれぐらいできるってことだ。なんだ。始めやがったな。マリ、時間がない。急ぐぞ。あの光、北東の方だな。まずはここを浄化して霧を消すぞ。あの女の人、仲間なんだよね。リンコのことか。さあな、どうとも言えん。どういう意味？仕事仲間だ。仲がいい必要なんてあるか。